こんにちは、速稼塾の久保です。ジェネレーションギャップってのありますよね。例えばね、私と花屋龍馬さんのジェネレーションギャップってのはこういうものがあります。多分花屋龍馬さんは生まれた時から携帯電話をもうチラチラと見ていたと思うんですよ。どうですかね、物心ついた時には携帯電話あったんじゃないですかね、なかったかな、あったと思うんですけど、私はね、私の場合は22、3歳の頃、まだ大学にね、岡山の大学に在学中に、その学校の中で学年に1人か2人、こういう風なね、このぐらいの大きさの携帯電話を持ってる人はいたんですよ。で、私は留守番電話を部屋に入れといて、ワイヤレスの子機ってのを持って、まあ半径100メートルぐらいは電波が通じますんで歩いていました。でも携帯電話の人は本当どこに行くのも携帯電話を持ってましたね。このぐらいの大きさですよ、本当に。でも花龍馬さんはおそらく、20歳前後で、まあ携帯電話ってものが当たり前のようにある社会人を、まあ歩んでいたんではないかなと思うんですよ。で、私はね、まだね、大学を出て、まあハローズっていうスーパーに就職したんですけども、そのハローズの社員として、まあ一番最初に PHS、 携帯電話じゃないですけど、携帯電話まだ高かったんで、 PHS を持った人間で珍しかったです。私は自分だけ持っていて他の人持ってないみたいな状況でしたね。で、それを見て、あ、携帯電話だ、すごいみたいになるわけですよ。ね。じゃあ、で、ジェネレーションギャップですよ。どういうことが起きるかっていうと、私と私の両親だと、テレビがある家庭とない家庭、もしくはあっても白黒、いや、うちね、最近カラーテレビに変えてね、みたいな感じで、あ、すごいな、いいな、カラーすごいなってなってるのが、近所のうちに1軒か2軒みたいな状態で、私は幼い、そうですね、3歳、4歳の頃過ごしてるんですよ。で、さすがに小学生とかになってくると白黒テレビはほとんどなくって、リモコンからですね、紐が出ていてテレビにつながってるやつか、リモコンは本当にリモートで電池を入れて遠隔で操作するのかっていうのを分かれてましたね。で、もう一個ジェネレーションギャップですけど、 YouTube ですよ。今 YouTube やってる人とやってない人っているでしょ。でも、そのうち花屋龍馬さんが言うように、みんなやってる時代が来ますよ、これね。そう思ったら、今は YouTube をやってる人が目立つんですよ。当時私が20歳ぐらいの時に携帯電話を持ってる人に、お、あいつ携帯持ってるぜっていう風に指さしたような感覚で、あ、YouTube やってる人だみたいな感覚が今なんですよ。でも、いずれこれみんながやるようになりますね。みんなが YouTube を何かの形でやってるみたいなね。そんな風になるんじゃないですか。少なくとも YouTube を視聴してるっていうことでは、まあほとんどの人がね、YouTube を利用したことあるんじゃないかなと思うんですよ。という形でですね、ある特定の人がやっていて他の人はやっていないっていう風なこのバランスも、いずれみんながやっている、珍しくもないよねっていう世界に変わってきます。その時にきっと花龍馬さんがどんなね、 YouTube で世界を築いてるかってことが、まあ先行者利益になるのか、それとも最初のちょっとした花火になるのかの差だと思いますけども、こういう風に考えてみてもいいかもしれないですね。あの、星野源さんって、まあ、ちょっと分かんないですけども全然知らないんで、星野源さんって方が多分ね、テレビとかに出てたり YouTube に出たりしてると思うんですよ。でも星野源さんが大好きな人でも、その星野源さんに課金したりしてないと思うんですよね。星野源さん10万です20万です払ってないと思うんですよ。でも星野源さんよりは有名じゃない花龍馬さんは、視聴者さんから5万10万って受け取ってると思うんですよね。だから芸能人以上の部分もあるんじゃないかなと思うんですよ、花龍馬さんはね。で、そういう意味で言うと、今ね、芸能人がなんでアドバンテージ持ってたかというと、発信媒体に乗れたからなんですよ、テレビっていう。でも YouTube っていう発信媒体、我々は自由に手にしてますから、相対速度がなくなったんですよね。本当に自分の必要な人は、視聴者さんは、有名人だろうと無名人だろうと、自分の必要な情報を発信してくれる人、そういう人に信頼を抱いてお金を払うっていうパターンですよね。以前はテレビに出なければどんな有能な人も役立てなかったんですよ。今、有能な人は自分で YouTube で発信すれば、それが多くの人に、まあ、認めてもらうっていう時代になったのかなと思いますよね。ということで、みんなモテるんですよ。だから自信を持って YouTube でどんどん出ていけばいいと思います。一人で出る自信がなかったら、5人とか10人でまとめて出てみたらどうですかね。座談会みたいな感じで。まあ、そのためにね、Zoom のオンライン飲み会ってあると思いますし、今度ね、今月の28日、私はね、Mr.M さんとオンライン焼肉やるんですよ。これすごくないですか ?21 時から。2月28日21時から、肉の日前夜祭
オンライン焼肉みたいな感じでね、オンラインで焼肉食って何が面白いんだみたいな感じがありますけども、まあオンライン飲み会がねもうやる人が増えたんで、ここは一つ、まあ、俺がやるんだったらちょっと変わったのやんないといけんだろうみたいな感じで、オンライン焼肉みたいなね、オンラインバーベキューみたいなのをやってみようかと思います。よろしかったらいらしてください。おでいらっしゃい。